はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケットプラス、はい、スターホースポケットプラス始めていきましょう。はい、ではですね、刀の川上始めですね、今10月を2週ということで、今回は秋の天皇賞、こちらを実行いたします。ショボ根性だな。ベスト馬体重は492キロだな。まだいい感じですね。残り週もだんだん少なくなってきました。イベント開催中です。状態が落ちてる。いい感じですね。まずまずでしょうか。状態がなんか優れない。イベント開催中です。いい仕上がりです。大根か。でもいい感じですね。お、状態がな、イベント開催中です。パッとしない感じですね。適正な馬体重です。いいですね。特別なビールとかやってますけど、ベスト馬体重は492ままなんで、疲労回復だからこれは高級リンゴですね。何か用ですか。当然秋の天皇賞に挑みます。お、プレクラスに懐かしい。これ1991年なんで、そう、メジロマクイーンが大車高で、大外枠間大車高で、膠着したレース、因縁のレースですね。こちらですね。に、片尾川上が出ます。確かに枝テルを繰り上がり優勝。プレクラスに繰り上がりで枝騎手初 G1 っていう、懐かしい競馬です。さあ、イベント開催中です。マクイーン因縁のレース、秋の天皇賞行ってみましょう。余裕の一番人気です。お、ここで一番人気になったのはすごいな。マクイーン投票受付を開始します。ホワイトストーン、プレクラスリー、カリブソングラがいるのにすごいです。しかも20丸3つなんで、この実力は嘘ではありません。片の川上、そしてマックインですよ。因縁のレース、あの時は大外枠でしたが、6枠8番で走ります。春尾天皇賞ではですね、3大優勝ですね。朝間、ティターン、そしてマックイーンと、3世代連続の天皇賞優勝を成し遂げたマックイーン。秋の天皇賞も勝ちに行く予定だったんですが、まあ、馬場も重くて、その時は着差的には圧勝だったんですが、最初の過程で遮光してしまいました。ここには名前ないんですが、本田騎手がかなり怒ってましたね。そんな因縁のレース、秋の天皇賞。まあ、ある意味枝騎手も勝った気がしなかったでしょうね。
発送です。栄光の天皇盾へと向かう東京競馬場 2000m のスタート地点、果たしてどんなレースをするんでしょうか。天皇賞秋12頭スタートを切りました。まずまずのスタートといったところであります。典型的な逃げ馬はいません。果たして何が行くか。先頭に立ったのは6番メジロマーサス、ホワイトストーンがかわしていきました。そしてその後ろからプレプラスニー、それからもう1頭ミスターシクレノン、9番カリブソング、2番カミノクレッセ。さあ向こう流しに入りました。外を通りまして片野川上、メジロマックイン、それからホワイトアロー、その外ヌエボ東証ディストレーション、それから離されましてムービースター。もう一度先頭に戻りましょう。これが先頭ホワイトストーンであります。内を通りましてプレプラスに、一番外へ行った10番ミスターシクレノン、まもなく第3コーナーメジロマーシャスがその内にいます。外を通って9番カリブソング、その内からはカミノクレッセ、これが一番人気の片野川上、12頭が大きな木の向こうを通過するところであります。それからもう一頭メジロマックイン、さあ栄光の天皇盾まであとは直線を残すのみであります。さあコースをついていけるか、直線伸びてくるのかどうか。先頭カモギとホワイトストーン、ちょっとマックイーンの方が前に行ってしまっている。先頭道を見せるかホワイトストーン、ムチが飛んだ岡部と片野川上、並んでくるように上がる。だがホワイトストーンがなかなかしぶといかな。頑張る頑張るカモギとホワイトストーン、返しますね。道を通ってプレプラスに片野川上、ここで先頭に躍り出る。立ちました。一着一番人気に見事応えました。安定感ある競馬っていう感じですね。最後はよく伸びてくれました片野川上。やりました。一番人気で勝利を達成。厩舎レベルを76にアップ。3着3番以上のように確定しました。片野川上、素晴らしい馬になってきました。おめでとうございます。やりました。イベント開催中です。いい感じですね。メロ、いい感じですね。何か用ですか。有馬は距離が長いんで香港とか行ければいいんですけど、香港じゃ間に合わないです。イベント開催中です。何か用ですか。はい、ご覧の通り天皇賞秋を勝ってくれました。これはすごい嬉しい。残り10周というとこですね。次走ですね、おそらく WBC2 回目の挑戦あるんじゃないでしょうか。岡部騎手とコンビも名コンビになってきましたからね、しっかり頑張って次が間に合えばドバイっていうとこですよね。で、おそらく SWBC で引退ってなるかと思います。残りもあと10周わずかではありますが、ですね、実績を上げていますので、引き続き応援をよろしくお願いいたします。またよろしければチャンネル登録高評価お願いします。スターホースポケットですね、今までの動画プレイリストに、記録しております。説明欄からたどれます。またブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。こちらもよろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ということで、スターホースポケットライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。